としまさは、地方競馬の名古屋競馬場、栗田和明旧社所属の騎手である。1995年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得し、岩田勝美旧社からデビュー。同年4月18日名古屋競馬第10、競争アラブ系、C に特別、マスクレスピンで、初騎乗。2005年地方通算100勝達成。 2008年2月末で、同調教師が廃業したことに伴い、岩田光一旧社に所属変更。さらに東佐田幸旧社から新山博道旧社に所属変更したが、新山が2020年1月13日に成長したことに伴い、翌1月14日付で、栗田和明旧社に所属変更した。 2009年6月12日から10月11日までの予定で短期免許を取得し、韓国ソウル競馬場へ遠征することが発表された。同年7月4日、ソウル競馬場第1競争で優勝し、4戦目で海外初勝利。2019年8月2日、本馬場,場入場時に騎乗馬コスモレグの二暴力を。 振るったのではないかとインターネット上等で批判を受けたが、加藤は愛知県競馬組合の事情聴取に、騎乗場の頭部に止まったアブを払い落とそうとしたと答え、暴行を否定した。地方通算成績は5564158勝2着248回3着343回、勝率2.8%、連帯率7.3%エビ。AB 加藤利正基首の所属変更。愛知県競馬組合。2020年1月23日閲覧。名古屋競馬の調教師、岩田勝美の廃業についてお知らせ。名古屋競馬。2008年3月28日時点のインターネットアーカイブ。2020年1月28日閲覧。名古屋の新山博道調教師が死去パラダイスラビーだ。 昼のマインドなど管理。netkeiba.com。https://news.netkeiba.com スラッシュ p i d ュー w s b u r e ー u ン b e r 1 6 5 8 6 8 2 0 2 0年1月23日、閲覧。カフジリ進む騎手が韓国へ遠征。名古屋競馬、加藤利正騎手が、韓国で、 期間限定機場地方競馬情報サイト愛知の、加藤利正騎手が韓国へ遠征ダッシュ NETKEIBA.COM、加藤利正騎手の近況報告。名古屋競馬オフィシャルサイト韓国遠征の加藤、利正騎手が初勝利ダッシュ NETKEIBA.COM 名古屋競馬、加藤利正騎手が、機乗場場に暴力頭部に止まったアブを払い落とそうとした。 行為処分なし、スポーツニッポン、2019年8月2日、2021年1月13日、閲覧。ありがとうございます。